あ、来た。なんかこいつ顔がカクついてない？めちゃくちゃ真正面。何このアングル。でもちょっと上に抜けると、あ、もう一匹いる。なんかポリゴンがおかしい。ほらほら、なんか老けるんだよ、こう角度変えると。多分これが正常でしょ。ちょっと上に移すとこう、なんかほら怖い。アロラモコと申します。今回は叫ぶ尻尾というですね、まあ、古代のプリンを使っていきます。まあ、結構なんか、ネットとか見てるとオリジナルプリンより可愛いみたいなね、意見も多い。まあ、そんなこの刃が非常にキューティクルな、ポケモンの叫ぶ尻尾になっておりますけども、結構ランクマとかで、こうステルスロックとか、まあ、超圧アンコールの補助、まあ、素早さがすごい高いなら、そういったことをやってくる叫ぶ尻尾が多いです。実際僕もともとこの叫ぶ尻尾を実は使ってたんですよ。ビルドバトンみたいな、アンコールステルスオークみたいな最速にして。ただ、これが、まあ、読まれて、全く機能せんと。この叫ぶ尻尾を使ってちょっと言い訳にしたくないんだけど、10戦ぐらいやってね、2勝8敗とかやったんですよね。で、こいつひょっとしたらアタッカーやった方がいいんちゃうかと思って、今回考案してきたのが、この、願い事瞑想、そしてアシストパワー爆音パカタです。アシストパワーはもう言わずもがな、自分の能力上昇が上がるにつれと火力上がっていく。しかもそれタイプ1で打てると。で、ブーストエナジーで素早さが上がるようにして、上を取りながら瞑想で積んでいって、まあ、主な努力値はもう HP と特攻に振ってんねんけども、臆病にして4振りして、もう大体のやつをこのなんか、ブーストエナジーで抜けるようにしています。で、そっからアシストパワー打つと見せかけてのこの爆音波っていう、このね、非常に強力なこの威力140の命中率 100%、しかもデメリットなし、なんなら身狩り貫通というおまけ効果付きの技、これを打てると。で、テラスタルノーマルをすることによって、これをタイプ1で受けるだけじゃなくて、影打ちとか、シャドーボールとか、そういうゴースト技を、抜群から無効にすることができると。まあ、今回そんな感じの、もうアタッカー、これを殴っていくアタッカー型の叫ぶ尻尾交換書みたいなので、使ってみようと思います。行きましょう。さあ、マッチングしようって、カズさんお願いします。相手の手持ちがマスカーニャだ。マスカーニャ、ガブリアス、ミミッキュ、ボーマンダ、ミズロトム、羽ばたく神と、いうことでございまして、まあ、叫ぶ尻尾、まあ、非常にありなのかなと、まあ、実は思っているので、出していきます。で、まあ、ガブとか来たらフリージュにガンツリと変えてきまして、もうガンツリと変えて、ミミッカスがどうしようもないんで、ミミッカス野郎は、まあ、ギョジオンで受けて、ちょっとまあ、こういう、俺には目指して、こう、受けポケモン2面に叫ぶ尻尾を通していくっていう感じでいきます。さあ、お願いします。いやー、ガブが吉名か。いやー、もう、ぶっちゃけガブ相手にも、なんか、全通していいんじゃない？まあ、こいつの肩を見極めたい、まず、ガブの。これ、瞑想行くわ。ちょっと、S せっかく上げてるんでね、もったいないんで、これがなんか変な起点型とかだったらね、ドラゴンテール受けないんで、初手に来るガブどうなんだろうな。今割合としてどういうタイプのガブが多いのか分かんないんですけど、まあ、ここ剣舞とか仮に積まれたら、まあ、もう普通にリタイアしてもいいんじゃないかなっていう。アンコールとか持たした方がいいのかもな、こいつ。もしかすると地ならし、あ、そんなに強くないタイプのガブじゃない。ただ S 下げられまくるのきついな、これ。ただガブリアス側がおそらく地ならしってことは突破する手段がないんだよね。ってことは、ある程度願い事で受け流してってやれる気がする、この対面は。ドラゴンテールが効かないのがでかい。ステルスロック、オッケー。これちょっと、一旦、ちょっと時間差があるんで、願い事が。これ、早めにストックしておきましょうか、願い事。で、まだ俺の方が早いってことは、このカブやっぱり、あれですね、本当に、純粋なこう、起点型。ドラゴンテール、まきびし、ステルスロック、地ならし。基本的に突破できないはず、叫ぶ尻尾。まあ、S は下げられるけど、地ならしで。まあ、下がったとしても、お前、瞑想いっぱい詰め、だからそれ効かないんだよな。なので、俺は一生この瞑想を詰ましてもらう。だから、相手目線も地ならしで打つしかないはずなんだよ。このドラウテ連打、どういう意図があるんだろう。これ、どういう意図？一生瞑想詰めるじゃん、俺。わかんねえ。もうやることないんだ。じゃあもう俺もマックスまで行くぞ、じゃあ。これあれだな。バトン読みだ。わかった。これバトンタッチめっちゃ警戒されてるわ。
意図が分かんなかったら絶対そうだわ。まさか叫ぶ尻尾がアタッカーと思ってないんだろうな。これそういうことだ。叫ぶ尻尾がまさか殴ってくるとは思いもしないんだ相手は。ああじゃあ、しかもこれ願い事ストックした上で殴ってくのがいいかもしれない。これをストックして、こ未来に回復を送り届けて、で相手はまあ裏に確かフェアリーがいないから、ここでバトンだとしたら相手はドラゴンテールを打ちまくだけで OK なんだよな。さあそこにまさかのアシストパワー、しかもマキシマムパワーでつんざいていく。威力これ260です。12段階 ×2 プラス20なんで240だと260威力で、タイプ1で390、さらに特殊が上がってる分6段階。当然こんなのをガブが耐えるわけがない。もう多分この時点で相手フリーズもんじゃない。あ、もうロトムじゃ無理。ロトムじゃ無理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 。無理無理無理よ。カタツムリよ。一応ここ警戒すべきが S 下げられてるんでトリックなんですけど、まあアシストパワーは向こうがいないんで、ここはアシストパワーレンダリーです。で、俺の球が早いわ。どうですか皆さん。ね、みんな、このポケモンを、なんか誤解してるんですよ。みんなこいつなんか初手に出してステルスロックやったり、アンコールしたり、挑発したり、デンジャーやったりってうざいやつで使ってんじゃん。こいつの真の価値っていうのはこのアタッカー型にあるわけよ。さあ、終わらしてやるよ、アシストパワーで。多分、20ダメージぐらい、これ。いや、言い過ぎた。50、え、これ50入るんだ。ただ、瞑想で、積みまくってるから、アシストパワーで終わり。さあ、マッチングしました。大輔さん、お願いします。相手の手持ちが、海竜、ハッサム、偉大な牙、そして、鉄の毒が、さらには、サーフ号、ゲンガーと。なるほど。まあ、ちょっと、特にハッサムが嫌ですかね。特に嫌なポケモンはハッサムなんですよ。ハッサム来た場合だけケンタロスに変えるってしていいかな。それ以外の軒並みも叫ぶ尻尾で上から瞑想積んどきゃ、まあゲンガのシャドボとかも全然耐えるんで。あーなるほど、わかった。これ叫ぶ尻尾から行ってゲンガ来たら巨獣に変えるわ。でハッサムが来たらケンタロスに変える。サーフ号だった場合はサーフ号もケンタロスで多分いけるかな。うん、鉄の毒だった場合もテラスタル切って、いや鉄の毒はもう巨獣で受けるか。さあお願いします。フォートアイボアレさん、何これ、偉大な牙、なんか地面にごっつり埋まってもてるけど。うわ、古代合成か。これ何が上がる、 S が上がるってことで火力あんまない。こいつ火力あんまありません。で俺も上がるんですけど、まあ多分こいつ素早さ全振りで実数値換算で152だと思うんで、それで上げてきてるんで抜かれてますが、火力がそもそもあんまないんであれば起点にしてやって OK です。あーうじゃあ殴るわ。うわー、挑発ビルド型か。 S 上げて2点ないやったことは。ただ爆音波急所で結構ダメージ入る。ビルド型ちょっときついんで、ここケンタロスに変えよっか。地震。大したダメージにはならない。僕もビルドだ。じゃあ。この出し方されたら相手別に嫌だと思うんだよな。今の爆音波が入ったっていうのも相手にとって絶対想定外なんですよ。だってなんでかっていうと、プリンは、プリンじゃねえよ。叫ぶ尻尾はマジでこいつ補助技しか打たないから。そもそも攻撃技が飛んでくるってこと自体が想定外なはず。さあ、そこをしっかりケンタロスで。ビルドアップを大量積みから、残り2積みまで行っちゃおっか。2積みまで行きましょう。どうせなら。しつけえな、その超アスターだな、おい。じゃあこうだ。いや、ビルドアップ。いや、これどうだろう、ケンタロスのレイジングブリでぶち抜けるよね、さすがに。ぶち抜けない形の枠中で剣になると思う。うわ、勝って威力90の抜群耐えやがったこいつ、タイプ1の。ただしかしアクアジェットがある。いやこれが強いんだよな、うちのケンちゃんは。耐久型なのにアクアジェットがあるっていう、しかもタイプ1で火力も上がってるっていう、結構このパルデア地上においての
自信作かもしれない。鉄の毒が。まあテラスタルは確定で切りだね、これ。相手。テラスタル確定切り。まあとはいえ、悪者打っていいと思います。え、切らないの？うわ、耐えられた。マジカルシャイン。そっかそっかそっか。基本的に巨人に打点ないよな。いや、一応ギガドレとか持ってんのか。まあ、とはいえ、塩漬け打っとけばくたばるんじゃない？ガダシだって。虫ってなんか塩とかを上の、うわ、なんぼだ。耐えるさすがに。いやー、ちょっとごめん。巨人がこれはきつい。まずいな。裏からハッサムなんて来られた日にはマジで終わるぞ。うわ、サーフィング豪華。サーフ豪華。いや、ここはテラスタル我慢。正直いきます。これテラスタル我慢。ゴールダッシュ打たれる分には問題ないんで。ここマジで我慢の時。基本的に、叫ぶ尻尾サーフ豪にめっちゃ弱いんですよ。どっちもタイプ1抜群なんで、鋼洞窟っていうのが、鋼ゴーストっていうのが。ただ、ここは巨人4が清めの塩でゴースト技が半減なので、シャドーボールだったら正直入るぞ、これ。うわぁ、でも火力半端ねえな。半減でこれこいつワンチャンメガネかもしんない。塩漬け入れる意味あったのか、そもそも。これ。いやでも、悪巧みとか積まれたらアウトだもんな。ここ自己採じゃなくて塩漬けでいいはず。で、テラスノーマルのドッキリテラスタルで相手のシャドーボーを避けて、いや、ただ相手目線だとゴーストラッシュでもいいってなっちゃうんだよな。まあここは当然のことし、まあ、自己再生だけ打っておきますけど、相手テラスタルかましてくる。これワンチャンダメージ的にメガネあるんじゃないかって呼んでんねんけど。テラス飛行。これでまあ塩漬けのダメージを軽減するっていうコンタンか。いや、この最後メガネちゃう。これ。メガネな気がする。これが仮にメガネやったらやで。叫ぶ尻尾のテラスノーマルであえて詰みよ。ねえ。テラスノーマル切っちゃおっかねえ。一応瞑想積む。瞑想から最後爆音波。これ勝ち。上取ってる。特攻ゴリ上げする。シャドーボー。よし。さあ、そして塩漬けダメージが入った後の瞑想タイプ1爆音波で威力210。相手はこうだ。多分メガネやったんちゃうかな。ありがとうございました。さあ、マッチングしたらビオさんお願いします。相手の、これってな、ガチでこの構成になったのか、ふざけてるのか、どっちか判断できかねるんですけど、ビオさんお願いします。相手の手持ちが、鉄のカイナ、鉄のイバラって、鉄の、わた、名前が長えんだよ、みんな。覚えにくい、ほんとに。もういいや。読み上げるのやめて、まあ、古代ポケモンと未来ポケモンしかいないパーティーですね。パラドクポケモンだけってことですね。ただね、そんな中で省かれてるですね、この叫ぶ尻尾ちゃん、非常に悲しんでいます。あの、アニメのプリンがさ、こう、サトシがこう、なんか、歌ってたら寝ちゃった時みたいに、こう、ってこう、頬を膨らませるシーンあるじゃないですか。あんな感じでちょっと今もう怒り浸透なんで、プンプン丸なんで、ここはもうしっかり叫ぶ尻尾を、書店にぶち投げて行きまして、しかも結構刺さってる気がするんだよな。あー、まずい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 。で、ラスト、まあ、スカーフマンダーと、あと、タスキのグラノマンいいんじゃないか。さあ、お願いします。羽ばたく神。ちなみに、相手の持ち物は？エナジー？あー。S 上がるか。先に殺走されると、これあんま意味ないんだよね。意味ねえんだ、これ。受けられるかと言われても微妙でしょ。もうこれ思い切ってさ、テラスタルノーマル、初手に切っちゃっていいんじゃねえか。嘘なしでしょ。だってここ起点にできたら多分勝ちやで。いや、これ起点にしたろ、もう。行くわ。わからんねんけどな、ただ。
ただ基本的にやっぱ叫ぶ尻尾相手になんか積み当たって打ちにくいんちゃうの、アンゴールとかあるし。まあ上取られてる場合と別か。基本シャドーボールやと思うけどな。オッケー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 。これを透かして、でこっから始まる、ゼロから始まる、リゼロから始まる瞑想物語。こいつはアンコールとかない、挑発とか ないからなんか無害だ。あ、挑発はあんのか。ムーンフォース、これ特攻さんのマジやめて。全然受けられてる。オッケー。まあ確率といったら全然いいわ。3回に1回下がるぐらいだったら全然いい。3回に1回だったら全然いいっす。これ一生瞑想するんや、それ。まあ九州は度外視で。一応ね、羽ばたく神起点にできるっていうデザインにはなってる。オッケー、硬い。まあまあこれはもうしょうがない、しょうがない、しょうがない。30% なんで、もう2回打たれたら基本的に発動するんで。で上張りでなんか2連チャン、3連チャンとかで 30% 引かれるのは正直キモいんで、できればやめてほしい。寝言いこっか。引いた、オッケー、引いた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 、引くしかない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 、相手。鉄のカイナ。鉄のカイナ、カイナ。アシュトパーで無理かな、これ。え？うわー、おわー強い。しかも願い事で HP 待った。今よくなんぼだ。5段階上昇だから、まあ100上乗せで120、まあタイプ1180で2段階上昇で抜群。D 特化、え、だから特防全振りの直気持ちとかやったらワンじゃ耐えられてた可能性あるよな。ちなみにこれ爆音波の方が威力は出るけど、俺これまだ瞑想いっていいと思うんやけど、どうやろ。いや。いや、もうええか、殴るか、殴ろ。テラサル。うわぁ、ちょっと、瞑想でもよかったかも、一回。さあ、パラドックスポケモンどもよ。はぶりやがって、俺を。なにこれ。テラスタル虫？なにこれ。なに虫テラスバンギって。アシストパワー残念ながら、うわ嘘でしょ、この火力。ミサイルバリか、やべ、これしかもあれじゃね？全然入んねえ、でも。全然入んない。イカサマダイスか。イカサマダイス、ロックブラスト、ミサイルバリみたいなじゃない。ただ、4回で終わる、アシストパワー。ありがとうございました。いや、だからみんな叫ぶ尻尾がまさか殴ってくると思わないんだ。ね。あ、これちょっと強い方見つけちゃったかも。さあ、マッチングしました。ヤッカさんお願いします。相手の手持ちが、キノガッサ、鉄の包み、ハリテアマ、そしてラウドボーン、カイリュウ、そして、うわ、クエスパトラか。まあ、クエスパトラに関しては身代わり張ってくれれば、かなり、助かるので、まあ、ここも先の尻尾でちょっと行っちゃいますわ。んで、クエスパトラとか言うの、ほんとめんどくさいやつ来たら、いや、これクエスパトラめっちゃきついです、正直。はい。助け持ちは絶対いた方がいい。うん。で、ちょっとね、これあれだなガッサが、キノガッサ来たらどうしよう。キノガッサ、これスカウマンでないかいけねえか。さあ、お願いします。鉄の包みから入ってくる。まあ、こいつちょ、アンコールがあるんですけど、とりあえず上から殴れるんで、まあ、一発目、うっと、しかし相手もクォークチャージだ。これは瞑想積んだら積むんですよね。まあ、ちょっとネタバラシになっちゃいますけど、正直ここは、もう爆音波2角取りに行く。これ威力140あるので、鉄の包みの特防であれば2回でいけます。さすがにワンパンきちいな。不一致だし、こいつの元の特攻の数値がかなり低いので、まあ、そこを瞑想でどうにか補っていきたいのと、あと天然に対しても、身が、うわった早速来たかこれ。爆音波なんだよな。いけ、いや、倒せない。倒せないが、いや、爆音波いけるわ。刺さったこれ。身代わりに強いんですよ、実は。音技なんで。これを貫通できるというポテンシャルがある。さあ、相手はもうフリーズでしょ、これ。
完璧にもう叫ぶ尻尾が何してくるか、もう大体こいつ出すやつってのはもう十中八九ステルスロック巻いてデンジャー打ってアンコールしてとかいうやつなんで、まあ基本身がなんてなるんですよ。そこにもうこの爆音波刺さる。おっと引っ込めるしかないね。ラウドボーン、ラウドボーンいいね。爆音波はもちろんここ効かないんですけれども、積んでいこっかじゃあこの神の技をどこまでやれるか。しかも鉄の包みも助けでもない、ブーストエネルギーも切れた、叫ぶ尻尾が今マウンティングできる状態なんですねこれで。瞑想ぶっかまして、さあ可愛いですね、刃が特徴的で可愛いよな、この子の。特防が上がって、ブレアソング。まぁ、ちょっとこれは正直、相手特攻が上がっていくんですが、そこに合わせて、まぁ、俺も瞑想でしっかり受けていくって形を取っていけば、まぁ、ダメージが、跳ね上がることはないので、もちろん、急所に関してもしょうがないよね。で、これが天然にまた強いんだ。もちろん、その上がった能力自体は無視するんですけど、技の威力ってのは相手軽減できないんで。うわ、何その歌うとか、こいつあれかもしかして。うわぁ。ちょくちょく見かけるんだよね、マジ最近。空振り保険歌う。めんどくさーい。もう一回瞑想。あ、それともの方が早いんだ。一応ね、臆病4振り程度なんですけど、相手のラウドボーンがそこまで触れてないのかな。まあ、ドラパ抜き調整ぐらいにしてんじゃない、ギリギリ。歌う連発外す、オッケーオッケーオッケー。俺もうじゃあ、限界まで行くぞ、これ。眠ってもいいように限界まで行くわ。で、歌う食らった後に畳くるんで、そこに合わせてテラスノーマル切っちゃっていいかもしれない。そろそろ当たるかな、ね、歌う。当たってしまう。あ、ごめん。よく考えたら、ラウドボーンあれだ。天然だから、無視されるわ。これ、よく考えたら。さっきの俺、なんかラウドボーンの技を、天然で受けれると、受けれるとか言ったけど、瞑想で。受けれねえんだ。そしたら、ここちょっと畳目まずいんで、ね、もう4度目してるから、もういっか。切っちゃおう。で、こうかな。できれば早めに起きてほしい。できればね。さあ、なんかこいつ目バキバキになっちゃったな。たたり目来るんじゃねえか。まだそのフレアソングかな。どうだろう。うわ、まだフレソン打ってくる。しつけえな、おめえな。しつけえやつは。サマッチしました。アニさんお願いします。うわ、相手の手持ちすげえな。なんだこれ。羽ばたく神と鉄の包みがいるんだけど、あとルチャブル、ゴーゴート、モルフォン、そして、ソーブレイズか。まあ、ゴーゴートなんか自分も使ってるから、ある程度何してくるかわかんなくもないけど、モルフォンはね、あれですね、多分、普通に複眼で、なんか、あれじゃない？複眼でこう、眠りから打ってくるか、色眼鏡でタイプ相性をご利用してくる。いずれかだと思います。なので、これ叫ぶ尻尾初手でいいでしょう。で、ソーブレイズだけケンタロスで縛いて、あいつが照らす草のなんか、もらい火型とかだったら、もう上からマスカグマンダ、ぶち抜いていくわ、ね。さあ、お願いします。鉄の包み、オッケー！さあ、鉄の包みというやつは、まあ、一応アンコール初手にぶち込まれない限りは、おっと、俺のしかもブストネージが先に発動する。であれば、瞑想はさすがに詰めると思うんだよな。これ瞑想上から詰めます。そう、鉄の包みを抜ける。これによって相手はまず初手様子見をするしかない。まあ、ぶっちゃけた話が、ここの、後手アンコールであれば、3ターンも椅子あれば椅子の話なんで、なんも怖くないです。こいつ素早さ詰めないんで、うん。これで変ななんかだるいやつ来たらちょっとまた発狂するけど。うわー、ソーブレイズかー。ソーブレイズってなんか変なゴースターズあんのこれ。これアンコール1回目でしょ。これ1回目。俺マジでに、あれするからね。引かないんだ、ここで。引きません。テラスタルはまだいいな、多分。さあ、アンコール2回目。次のターンから殴、次のターンから殴っていけるか。シャドークロワールだけ、やつだけちょっときついわ。ビルド型はもうほぼほぼ影打ちしかないはず。しかもビルド型ってタスキじゃないんですよ、大体。もういっちゃおうかな。
いやごめん、もう一瞑想いかしてもらうわ。ここ普通に考えたら抜群の影打ちよりもあれだ、胸の剣だ。だから照らされる意味がないこいつは。胸オッケー。なるほどね。さあアンコール解けましたけど、ソーブレイズあなた調子こいてなんかいろいろやってくれましたね。で何、どうせ影打ちかなんか打つつもりってやつですか。いや影打ちじゃなかった、どうしようこれ次。いや影打ちを意識すべきだ。テラスタルずっくりと足パだ。鉄の包みがおそらくタスキなんですよね。でこいつもらえび型だ、絶対にもらえび型の、なんか俺がよくたまに使うやつと同じ系統。影打ちを透かしていく。さあここまで影打ちを隠し続けた俺のファインプレイでしょう。さあソーブレイズ、まさかプリンからこんな技が飛んでくるとは思いもしなかっただろう。羽ばたく神。さあ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 、もう特防は限界まで上がっちまってんだよ。さあマッチしました。影踏みさんお願いします。相手の手持ちには影踏みのポケモンいねえじゃん。え、ゴチルゼルとかいねえじゃんねえ。嘘つかないでください。はい、とか言いながら、まあゴチルゼルいたら正直しんどいんで、しかも相手の手持ちがまあツツミ、ラウドボーン、ヤドキング、デカヌちゃん、さらにカイルサフゴか。はあ、鉄の包みから来てくんねえかなこれ。見た感じだって全員弱点つけそうじゃない。フリージョ以外で、フリージョに対する回答を応用しとけばいいっていう話。いやこれね、叫ぶ尻尾絶対しといきたいで、デカヌちゃん来た場合ちょっと巨人に帰るわ。うん、デンジャーもらうんで、デンジャーとかもうほんとこので一番しょうもない技が一番しょうもないんで。そうだな、ラウドボーン、ラウドボーンある程度積みたらこいつで持ってけはするが、カイリュウちょっとしんどいよね。まあケンタロスなのかなこれ、実はケンタなんじゃないか。いやごめん、さすがにグレアルマだ、危ない。これもういいよね、いけるよね、オッケー、間に合ってる。さあお願いします。うわーうわ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 、サーフゴー大の苦手です。しかもトリックされたら余計にしんどい。これね、もう勇気のテラスタル、いやでもわかんねえんだよな正直。サーフゴー何してるか、トリック型もあるしデンジャー型もあるでしょ。いやこれちょっと思い切って、まあ上取れるのはほぼ確実だから、これ相手がスカウだとしてもね。瞑想上から打っちゃっていいや。最速スカーフにすら抜かれないはずなん、いや抜かれんのか、ごめん抜かれるわ多分。ちょっと計算してないからわかんないけど、こいつ実質149とかだよな最速だと。抜けたってことはラッシュ、140ダメージでしょ、抜かんないか。いや、サーゴ引いた、テラス切っちゃった、ヤドキング、いやギリ意外ごとからまくれるような気がしなかったけど、まあ引いてくれたならくれたでよかったや。これまああれだな、これこの効果もバトン読みだな完全に。例えば瞑想バトンで相手目線グレンアルマが来るんじゃねえかみたいな、そういうのを考えてた可能性はあるんだよね。これもう瞑想行きましょう。ノーマルになっちゃったので、体勢がガラッと変えます。格闘が抜群になる、あとあらゆる体勢が減る、ゴーストが無効になる。うわー、あくびか、いやあくびでも全然いいや。願い事発動してここどうしよう、もう2ターン眠るのは確定だから、ヤドキングを倒さない方がいい。でも、そもそも倒せないんだけど、瞑想無限進んでいい、無限瞑想編。サーフゴーがそしたらもうゴードラッシュしか多分打点がなくなって、絶対 2,3 発打った時に倒さなくなるんで、あくびも効果見かな。いやここのあくびはでかいね、実質一旦もらってる。だってこっから最速攻撃でまくれるでしょ。なんだ願い事、うわ、これヤドキングなんか持ってんのか、何しようのこいつ。寒いギャグかまされる、
サムギャクってお前、俺がいつもオープニングに言うお前鉄の包み下とかいうそういうのを俺のサムギャクって言ってんの？ねえ、これ誰裏じゃん。え、裏やっぱ、サウオか。起きろ。起きね。いや、これまだまだ瞑想積んでんじゃねえか、じゃあ。目を覚ました！いや、気合玉とかない限りは多分、でも、ま、なんだ気合玉ですらきついんじゃないか、相手。これメガネだったの？メガネかスカーフ普通に。スカーフだったな。しかもスカーフ。いや、だったらもう一生アシストパワー連打するわ。瞑想、何済み今。ちょ、俺の叫ぶ尻尾の実数値って何ぼよ。145円な。最後だ、最速のスカーフだった場合って、叫ぶ尻尾のブーストエナジー抜けるはずなんだけどね。ちょっとよく振り方がわかんねえな。まあ、アシットパワーでいこう。サフを引っ込める。言うても、いや、これ、言うて、アシストパワー連打きつない相手。さあ、まず一発目。皆さん、化け物です、こいつ。はい。ちなみに今、威力が8段階上昇だから、160上乗せの180。で、タイプ、そっからタイプ1計算で270。で、純粋にタイプ1、特攻が4段階上昇だから、半減で特防の高い宿キングをここまで削って。守るとか意味ねえんだよなぁ。これ、宿キングでこんだけ入っとったら、サフゴなんてワンパンじゃね？なんならカエリュウのワロスケも貫通じゃないこれ。え、これやべえわ。で、ラウドボーンは天然だけど、技の威力自体は軽減できないんで、実はアシストパワーでもかもれるっていう。え、これ相手めちゃくちゃきつくね。まさか叫ぶ尻尾がこんなバケモン火力を引っ提げて殴ってこと思えなかったでしょ。テラスタル。うわー、これ悪だったら最悪。いや、でも悪の数あるんだよな、エスパーは。いやー、やるね。まあちょっともったいないけども、これこだわっちゃってるんで、ただ相手もここで悪照らせたらもう悪を切らざるを得ないというのがミソ。あくび連打うざいからもう巨字読んだな。じゃあ、なるほど、テラークなんだ、ヤドキング。これは一本取られましたな。したら、巨人4分だけから、ヤドキングも引いて、交換読みの交換。ザーフ号。ゴールドラッシュ、浮かんないよね。ただですよ、これ。グレンアルマのアーマーキャノンでもう全ての一貫取れてる。相手もテラサも切ってるからね。正直、巨人4に関してはもうこれ、いや、それかもう叫ぶし、もったいないな。巨人の銀のこれ。裏に帰るとか言った場合だってきついもんね。だったらまだこの叫ぶ尻尾をうまく活用する手段があるはずだ。ゴルラ。いや、耐久やっぱ素で高いこいつ。だって HP にしか振ってないからな。それでこの耐久でしょ。じゃあ願い事うと。サーフを引っ込める。もうそれを繰り返すしかないはず、相手は。ヤドキングおじさんが来る。願い事ぶっぱして、相手は食べ残し。うわ、でもこれ再生力でクソ HP 回復してんのうぜ。叫ぶ尻尾戻す。まあ、でもこれね、あんまりダラダラやってるとなんかちょっと TOD 負け、時間切れ負けがちょっとちらつくんで。さあ、行こうか。ここ、これいきます。耐えるよね、これ、一発。え、耐えないの？まあ、耐えねえなら耐えねえでしょうがねえや。死んだ力グレアルマだ。これ、願い事どこ行ったんだじゃあ。サフゴ引く。ナノギング、まあ、あれだよね。HP 満タンだよね。
どういう話してんだろうな、この宿銀河。半分入んねえかな。いや、半分入った !HB とかがじゃあ。やべ、グレンアルマのさ、アーマーキャノンの PP 増やしてねえのが、めっちゃ響くかも、この試合。エドキングで後出しから受からないって分かったら3バウンド出すしかないんじゃないかな。守っていく。アーマーキャノン連打だな。オッケー、エドキングさえ倒せれば多分弾数足りるか。いけるよねこれ。オッケー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 。特殊にんな振ってねえんだよな。 H ぶりのみなんだよな、特防方面は。ってことはここサーフゴー相手出せないんで、何がいる？これ、カイリュとかか。カイリュだ、やっぱり。ダリエー。いやー、カイリューは初手リュウマイ。いや、でも、そのリュウマイ、アンコールがあったらきつい。アンコールがなかったら、だいぶ勝ちに近づいた。最近の海流ってわかんねえんだよな。もう打つしかない。ないのにかけるしかない。ない、よし、なかった。勝った。これ最近の海流なんかアクアジェットとか持ってる、なんか意味わかんないのがいっぱいいるんですよね。アンコールの採用率はもう以前と比べてだいぶ減ってる。ワイド坊主で B 上がってるから、 B じゃないわ、 S 上がってるから、リュウマイカイリも抜けている。ワイドホース。よし。これであとはサーフ号に上からアーマーキャノンをぶち込んで、焼き焦がしていく。まあ正直、叫ぶ尻尾でもだいぶ崩したね、これ。アーマーキャノンオーダー。ありがとうございました。さまってしまった、リクトさん、俺よろしくお願いします。相手の手持ちが、カイリュウ、鉄の毒がサーフ後、偉大な牙、そして、ムーマージからのヘイラッシャという感じになっておりまして、まあ、見た感じは、なかなか、まあ、特にサーフ後なんかがきついんですけど、まあ、叫ぶ尻尾をブーストエナジーでぶち込んでいく。で、カイリュウみたいな物理野郎が本当にしんどいので、ちょっと今回フリージョ入れてみようかな。するとちょっとサーフ号に対するガードがかなり、狭まってしまうということを考えるんであればですよ、これ。まあ、グレンアロマなんじゃないか。カイリューにはもうグレンアロマって決めてるから。アンコールが減った環境の今のカイリューはマジでこいつで枯れる。ソロがします。なんでみんなサーフ号ばっか出してくんの、これ。トリック。されたらだるいなと思いながらも瞑想を積んでいく男。まあサーフ号は挑発もアンコールも効かないですからね。インチキだよな普通に。でこのタイプと主毒地と弱いわけがない。なんかでもあんまり俺こいつに苦戦した記憶ないんだよな。トリックやめてマジで。ゴルラオッケー。全然受かるなこれ。もうじゃあ行くか。いや、これ行くわ、俺。テラスタル。いや、行ってもいいっしょ。無理やり行くよ、俺。マジで。本当に無理やり突破しに行く。ここ引いたら負け。負け。お、ここ絶対無理やり行くからね。ちょっとこのネガードがね、楽があるんですけど。まだ。最悪だ。瞑想積もっかな、もう一発。耐えるよな。耐えて願い事で、結局タイムラグがあるとはいえ、一旦で HP を半分回復する行為ってのは変わらないんで、その間死ななきゃいいんだよ。自己再生みたいなもんだ、これ。自己再生の PP が16発あるようなもんだから、使い方を間違えなければ。相手1段階下がって1段階、2段階上がってたから1段階上がった状態だよね。で、タイプ相性は半減になってる。ゴールドラッシュ。いや、絶対耐える。100パー耐える。で、俺も瞑想積んでるし。オッケー。さあ、サーフゴーちゃん。起点になる準備はいいかな？起点になる準備はいい？サーフゴーちゃん。願い事もう一回だね。こんだけやって、悪だけ。いや、でも、このループって結局、
相手は要はゴールラッシュを打つ、特攻が下がる、で俺はその間に願い事と瞑想を打てるんで、だから結局打点は変わんないんだよね。だここでもう一発悪巧みとかされたらだるいか。いやーだよなってことは一点集中くるわこれ。悪巧み何の目までいくかなこれ。いやじゃあここ瞑想いきます俺も。大丈夫。四積み。いや耐える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 。もうこっちも耐久力上がってるから。五積みぐらいまでいけばバンパンできないかサーフを。まあ、これ6段階なんで、まあ、相手も殴ってくるのは確定な場面。威力8、ちょっと待ってな、威力180。まあ、もう一発ぐらい瞑想だな、これ。これで1積み状態の当倍エゴロラッシュを食らうっていう関係なのかな。まあ、100% 耐える。あー、半分だ。いやこれ HP 半分残ったんだったら正直言ってもう多分殴り勝てるな。これ多分いけるんで殴ります。無理だったらごめん、多分いける。10積み換算なんで、200上乗せの220310タイプ1で、で特攻5段階上昇タイプ1。いやー海流か。まあこれ結局8巻き神速で終わるな。8死んで終わる。最近の回でどういうのが多いんだろう。いやーくだらねー、マジでこいつの神速本当にくだらない。ただテラスタルを切らした。ワンちゃん耐えないかな。耐えた。鉢巻きじゃないんだ。じゃあちょっと待って、ちょっと待ってくれ。いや、こいつやっぱアタッカーさせた方が全然強えわ。バケモンこいつ。僕がブーストエナジー S 上がりとかじゃない限りは、いや、S 上がるかこれ。いや、だったら持ってかれるか。いや、そうだな。ちょっとこれさすがに耐えないな。耐えないけど、裏、後続のポケモンが強すぎるんで。問題なしかな。炎の Y。だよな、でも海流で削らないと結局毒が出せないもんな、相手な。特攻耐えられて。いや、だから、毒がね削って海流の神速で倒してってなったら、いや、結局それでもグレアルマが残ってるから、どの道きついはず。道連れていいよね、これ。デッドリーウェイブ。何この火力。頭おかしいよ。これ炎の前ワンちゃん耐えちゃうんじゃないか。これ耐えられ、これ耐えちゃうのかな、もしかして。耐えちゃった。あかんな。よかった。うわ。え、待って待って待って。微妙になってきてる。振り、あかんな。上がっちゃった。いや、これフリーしようが耐えなかったら負けちゃって。おい、フリーで頼む。お前の自慢の特防で耐えてくれ。嘘だろ。こんだけやって。ちょっと相手何も上がってる。1段階だよな。1段階だったら。何フリーしようって。大丈夫。特攻、取得135あるから。いや、これ耐えるっしょ、さすがに。落ちるよね。ありがとうございました。やべえわこの試合。ちょっと選出危なっかしかったな。ありがとうございました。 いけるか。急所さえなければ、急所とひるみさえなければ。地震、あーそっちは無理か。いや受かるか。受かるよね。受かる。